金髪ってます。キララファンタジア非公式実況者田口エンターテイメントです。というわけで本当に 2,3 ヶ月事前登録をして待ちわびたキララファンタジアが、本日より配信と。で今日の動画はですね、まあ、早速初期ガチャを回したいなと。まあ一番大事ですからね、初期ガチャがね。今情報として出てるガチャの星5がこちら8キャラになりますね。まあメインの8作品から1キャラずつ、まあ、星5が出てるって感じですね。まあこん中で狙うキャラっつったらもう当然もうカレンちゃんしかいないです。ちなみにですけどリセマラは絶対しません。俺はあのリセマラってね、あの最初だけなんで、確率論で言うと今後どんどんね、あの当たりにくくなってくるような俺気がするんですよね、リセマラするしちゃうと。今回はもう一発勝負で、カレンちゃん引き当てたいなと思います。というわけでチュートリアルも見つつガチャを回していきたいなと思います。あ、事前登録、あ、星4青葉ちゃんもらえるぞい。すべて受け取りました。もう落ちるやん、もうこれ分かる、落ちる落ち方やん、これ絶対落ちるやつやん、これ絶対落ちる、ほらもう落ちるふりやん、これ絶対受け取りでこんだけかかる、見たことないアプリで俺。通信エラーじゃなくて、あのそちらの問題だから。助けに向かいますからじゃない。助けに向かってほしいのは公文社の。ちょっと待って。こいつらマジふざけてるわ。こいつらもせっかくよやる気になってんのによ。だからタイトルに戻ります。もうタイトルにいるから俺は。漫画タイムキララ。オールスター RPG キララファンタジアの世界に私たち田口エンターテインメントもお邪魔することが決定しました。世界観はというとブレードエスカオちゃん来た、どうします。いやどんだけかかっとんねん復旧に。8時ですよ、もう今日夜の。もう本当に青葉ちゃんたちが復旧作業してくれなかった、本当どうなっていたことか。本当リリース日にまあ、クレアちゃんもね結構俺好きなんですよね。クレアちゃんの声優あのブレンド S のねマイカさんと同じ声優です。あ、星5はねこの8キャラ、まあこん中だとやっぱカレンちゃんが飛び抜けてるな、やっぱり。で星4とかもね、あ、星4はね全キャラいるみたいですね、主要キャラは。ただまだブレンド S とかキルミーベイベー参戦が決定してるキャラはまだ来てないみたい。なるほどね。うん、まあこういう感じで、じゃあ行きましょうかね。早速クレアちゃんが何出してくれるかっていう、まあカレンちゃんね、もう俺リセマラはしない、もう断言しとく、リセマラだけは絶対しないんで。来いカレンちゃん、来いよ、もう一発で来るから見といて、カレンちゃん来るとこ見といて。可愛い演出、何この可愛い演出。来いよ。行ってみましょう。来るよ。何これ。あっ。おお、来たー。何これ、青何。え、これ星5じゃない。金髪って今。はあ。やって。え、嘘でしょ。一枚目でカレンちゃん来たんだけど、え。何この、え、亀引きすぎる、え、なんすかこれ、い、一番、すげえ、え、何この愛、え、やべえ、カレンちゃんやべえよ、マジで、何これ、いや、もうこれで始めたいから、俺、あと何枚か来て、あ、みーちゃん、かわいい、はい、来い、金来い。金来いよ、もう一個。ああ、青葉ちゃん、星ゴール、青葉ちゃん、来い。あ、ちやちゃんの星ゴもいいな。来て。星ゴ来ない、全然来ない。あ。いや。あ。ね、
めて演出が分かりにくいのはな。あ、先生いらない、来い演出。あ、だ九条カレン戦士スタイルです。かわいいです。かっこよくてテンションアゲアゲになります。テンションアゲアゲです。ラゼキモノメ成敗してくれるです。ありがとうございます。あ、全部聞かなかった、ね。この初回の召喚のみ、お好きなキャラクターが出るまで何度でも召喚をやり直すことが可能です。召喚し直しますか？なんかこんなんできんの今。え？リセマラじゃなくてこんなんできんの？ちょっと一旦ネット見させて。ちょっと一旦ネットだけちょっと見させて。ちょっとあの急にネット見たくなったからネットだけ見させて。ちょっとネットだけ見させてくれ。オッケー。あのネット見た感じ、星5を1枚で始めるやつはバカって書いてありました。ただね、カレンちゃんが1枚目で出てきてくれたんだよ。俺それをね、裏切るような真似できない。俺はこのカレンちゃんがいいわ。他のカレンちゃんじゃない。出るかもしんないけどね、回したらね、カレンちゃんとユノちゃんが一緒に出たりするかもしんないけど、俺はこのカレンちゃんでファンタジアしてなって。あー来た。あ、いいね。なんだこれ、とっておき。あ、必殺技きた。必殺技きた。さあ、息を合わせますよ。わあ、かわいい。ガンガン攻めますよ。お、強い。でも残り HP1 だったけど。こうやってこうして演出かわいい、めちゃめちゃ。そしてクソ強いな。あ、こう先輩ありがとう。勝利のポーズってこうかな。めちゃくちゃかわいいし、結構アクションが、めちゃくちゃかわいいし、結構アクションが軽快、思ったより。なんかかくついてるかなと思ったんだけど、結構ね、爽快ですよ。あ、何かくついとんじゃんこいつ。おいおい、運営、おい、何、お、何かくつ、な、何かくつい、おいおいおい、動け、おいおい、結構意外とゲーム性はいいかなと思ったんで、やり込み度も高いかなって思います僕はね、うん。今後もまあ1週間ぐらいちょっと一回プレイしてみて、また動画の方を上げたいなと思いますんで、ぜひとも、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。